誰もが快適に豊かに暮らすために、藤沢市では様々な取り組みを行っています。それは子育てに関するものや高齢者に対するサービスなどがあります。そんな中、今回番組では視覚障害者が豊かな生活を送るため、多くの情報を得ることができる点字図書館にスポットを当てていきます。視覚障害者の方も楽しんでいただけるよう、番組作りにも工夫を凝らしましたので、ぜひご覧いただければと思います。多くの本が並ぶ点字図書館の書庫、リポーターの戸室穂奈美さんです。今回市民の皆さんに点字図書館の存在をもっと知ってもらおうとイベントが開催されました。私も参加して点字図書や録音図書の魅力をお伝えしたいと思います。タイトルは、点字図書館、見て聞いて触っていろんな本を楽しもうです。湘南台にある総合市民図書館、その地下1階に点字図書館があります。では改めて、点字図書館とはどういったものなのでしょうか。総合市民図書館の青木さんにお話を伺いました。はじめに、点字図書館はどういったものなんでしょうか。点字図書館は視覚に障害のある方のための図書館です。点字図書や録音図書の貸し出しのほか、制作も行っております。現在は、職員が4名、点字指導員が3名、あとボランティアが、延べなんですけれども300名で、さまざまなイベントを、実施しています。点字図書館で行われるさまざまなイベントとは、ボランティアによる朗読会や音声ガイドを利用して行われるパソコン教室、またみんなで体を動かすヨガ教室など多岐にわたります。先ほどボランティアの方の数出ていたんですが、それほど必要なんですか。そうなんです。点字図書、録音図書に制作にかなりの時間がかかりまして、かかるものですと1年以上かかります。で、年間出版される一般の活字図書に比べればほんのわずかしか制作できませんので、皆様のご協力なしには本当に点字図書館は成り立たないと思います。多くの市民の協力が視覚障害者の方が豊かに暮らすための手助けとなり、点字図書館を育んでいるのです。このようなことを多くの方に知ってもらいたいと、8月8日に開催されたのが点字図書館イベント、見て聞いて触っていろんな本を楽しもうです。さあ、総合市民図書館の2階のホールでは点字図書館のイベントが今開催されています。賑やかな声が聞こえているかと思いますが、夏休みということもあって、親子連れや視覚障害者の皆さんが50人ほど参加しています。イベントでは点字付き絵本や点字カルタが飾られ、誰でも楽しめるようになっているほか、書籍を朗読し、その音声を録音した録音図書コーナー、また点字でしおりを作るコーナーなどがありました。戸室さんも自分の名前をしおりに点字で打たせてもらいましたよ。点字は紙の裏側から打つため、読むときとは逆の右から左に書くことになります。また文字も左右対称になるので、点字を打つのにはかなり頭を使うのです。完成です。しおりができました。逆から打っていくのってなかなか頭を使う作業でした。また今回のイベントで特に子どもたちに人気だったのが、箱の中の絵を当てようというコーナー。四角い箱が置いてあり、その中に1枚の絵があります。その箱の中に手を入れて
参加者は何のイラストか当てるというもの。絵には凹凸があるため、まさに手探りで描かれている絵を想像するのです。お母さんと来ている女の子が今考えていますが、わかりますかね？ボランティアの方がヒントを出します。海の中で一番大きいなと思う。大きいだけだ。ちょっと試しに見てみて。わかんない。わかんないか。じゃあ、当たり。当てた。さっきのやつだのに。当たりで。何だったかな。クジラ。クジラ。子供も楽しんだ展示図書館イベント。お母さんはなぜ今回のイベントにお子さんを連れてきたのでしょうか。展示って少し難しい気がしますけれど、そういい機会ですよね。こういうのね、いろんなことが今吸収してる時期だから、障害のある人っていうのも割と理解してきてるから、こういうね展示もそれの一環として。また中には家族同士で仲良く来ている人たちも。初めて見てどうだった？楽しかった。お母さんもこういう機会っていうのはどう思われますか？すごい子どもたちにとってすごいいい経験になりますし、まあ近い家から近いところでこういうことをしていただけるので非常にありがたいなって思います。お子さんにとって展示ってなかなか馴染みがないかと思うんですが、そのあたりはどうでしょう？馴染みがないからこそこういう機会にいろいろ知って犬が歩けば棒に当たる。展示図書館を多くの人に知ってもらいたい、また協力したいというボランティアの思いが展示図書館イベントの開催を支えています。このイベントを通じてどんなことを伝えたいと思われてますか？こういういろんなもの、直接ではないんですけれども視覚障害者の方への理解、そういうものが広まっていけばいいかなと思います。今日みたいなイベントという意味はどう感じてらっしゃいますか？そうですね、あまりフィードバックっていうか、その できたものをどういうふうにしてほしいっていうお話はあまり聞く機会が僕らはないので、その話を本当にざっくばらんに言っていただけるっていうのがとてもいいと思います。展示図書館を利用する視覚障害者の方々は今回のイベントをどう思ったのでしょうか？今日はこのイベントはいかがでしょうか？いや本当に楽しいです。本当にね、これから続くといいですね。まだまだ県内で盲ろうっていう障害まだ分かってない人がたくさんいるんで、こうやって参加することで目と耳と両方に障害のあるヘレンケラーと同じね障害を持っている人がいるっていうことをね、もっともっと知ってもらいたい。現在展示図書館の登録者数はおよそ280名。藤沢市在住の視覚障害者はおよそ800名。総合市民図書館の青木さんは視覚障害者の方にこの展示図書館を積極的に利用してほしいと訴えます。展示図書館とついていますが、展示図書の貸し出しだけではなくて録音図書も貸し出ししております。その他、文化活動から、学習活動までいろいろ実施しておりますので、皆様ぜひ展示図書館にご登録いただければと思います。ご登録は、展示図書館にお電話いただければご登録ができまして、番号が0466-44-2662になります。夏休みということで多くの子どもたちが参加していました。展示図書館を通じて視覚障害者の皆さんの苦労や思いが少し分かったのではないでしょうか。誰もが快適に暮らしやすく、そして思いやりのある街にしていくためにも、こうしたイベントを続けていってほしいと思います。